ジアクの奥、コロムニア。ベタベタミドルシュートもある。打たせません。よく出ましたね、遠藤ですか。遠藤の守備です。さすがですね。この遠藤が今日も、そしてこの3戦効いています。はい、もうこの遠藤、田中、ここ今日もね、非常にこう安定感ありますよね。守備の一体陣。球際のことはもちろんですし、はい、前半彼らのところにプレッシングをかけてきたフランスを途中からほんの少し立ち位置を変えながら、うまくビルドアップにも貢献しているというところがありますから、まあ、このゲーム少しずつフランスがボールを持つ時間というのが後半長くなっているわけですけど、はい、彼らがまたね苦しい時間帯にどれだけボールを持ってゲームを作れるか、その辺というのがこのゲーム後半の鍵になるかもしれませんね。今の田中遠藤ですね。そこからの攻撃の展開、旗手が上がる。さらに投げろ。逆サイド、堂安も上がってきた。中央に上田もいる。ここは堂安も狙ってきたか。今のもボランチの2人からの攻撃でした。まあ、非常にセンターでいい、コンビネーションから。